ん、カリオストロね、ついに気づいちゃったの。カリオストロみたいな美少女は白が似合うんだって。いい機会だし、グランサイファーも真っ白にしてみない？俺様の素体は特別性だ。なんせあらゆる時代に通用する可愛さを体現してるからな。ラモンのやつは結婚もせず、ずっと錬金術の資料を編纂してたな。周りの奴らにはいじられてたが、本人は満足そうだったぜ。少女錬金術師の到着。あ、業者さん、その辻場所に乗せてってもらえる？ここに書いてある館までお願い。ああ、送り主は辺境の島の領主だ。先祖代々伝わる蔵の奥底で、錬金術師独自の文字による古いパピルスが見つかったんだと。パピルスですか？あの酸っぱいキュウリも錬金術で。キュウリ？そりゃピクルスだろう。パピルスってのは大昔主流だった製法の書物だ。俺様も研究初期に使ったことがある。おー、とすると数千年前の資料ってことか。歴史的にも貴重なものなんだな。そこで領主はわざわざカイソにパピルスを寄贈するって招待状なんか送ってきたのか。とっても親切で丁寧ですね。その領主さんも錬金術師なんですか？ただの一般人っぽいぜ。招待状にパピルスの内容は不明とある。つまり錬金術師の文字が読めねえのさ。わかるのは著者である先祖の名前。まあ田舎領主が重要文化財の発見で意味もわからず舞い上がってんだろ。おいおい、寄贈する甲斐のねえ階層だな。こっちだっていい迷惑だぜ。送ってよこせってんだ。多分郵便だと紛失するかもですので。昔の大切な思い出の書物なんですよね。うん、別に大切というか、なんというか、ただ当時のことでちょっと確かめたいことがあるんだよ。確かめたいこと？答え合わせみたいなもんさ。無視するのも落ち着かねえんだ。ということで団長、ちょっと船を留守にするぜ。お前たちが依頼を終えた頃には戻る。まあな。とはいえまだ何とも言えない状況だ。実際にパピルスを見て確かめるさ。錬金術創創期のパピルスか。まさかあいつの意向が出てくるとはな。随分と古い記憶を思い出させるぜ。なあ、ラモン。
初めて会ったのは確か、俺様が名を成すため妹と旅に出たばかりの頃だったな。あいつは田舎の父親と反りが合わず、家出同然で都会に出てきたばかりで。ほらよ、百聞は一見にしかずだ。まさか本当に鉄のスプーンが金に変わった？ごちそうさん。ここの感情は任せたぜ。おい、聞いてんのか？お前が言ったんだぜ。俺の話が本当だったらおごるってよ。ま、運が悪かったな。たまたま飯屋で相席になったやつが新理論を打ち立てた天才だなんてよ。新理論？錬金術だ。まだ無名だが、覚えといて損はないぜ。錬金術？オウムかよ。俺は帰るぞ。妹が宿で待ってるんだ。錬金術？ん？あの、このスプーンは触っても構いませんか？ぜひとも観察記録をですね。お前のスプーンだろ。気の済むまで確かめろよ。ああ、だが自己責任で頼むぜ。腕ごと吹っ飛んでも俺は関係ねえ。はい、ありがとうございます。うわあ、この感触も重量感も本当に本物の貴金属ですね。まずは形状を正確に書き留めて。ああ、すごいな。まさに歴史に残る偉業ですよ。この世界を一変させるほどの。この理論はすでに公表済みですか？着想とか応用について伺っても。その前に、いつまで突っ立ってんだよ。他の客が見てるぞ。すみませんです。天才の所業に興奮が収まらず。だが随分と素直なやつだぜ。ほんのさっきまで批判的だったのによ。本当にごめんなさいです。でも真理は真理ですので、そのうち世界中が称賛するはずです。称賛ね。ん？いいか、世間ってのは想像以上にバカばっかだ。目の前で錬成を見せても、白昼堂々大衆の前で見せても、奇術だの幻覚だの大道芸だの、最近は詐欺師なんてのも聞こえたな。お前みたいのは滅多にいなかったぜ。そんな、要するに嫌なんだよ、自分たちの知ってる常識が覆るのがな。この調子だと錬金術と俺の名を世に轟かすにはかなりの時間がかかっちまうだろう。いっそこのまま本気で詐欺でもするか。まあさすがに妹が許さねえ。ダメですよ。あ？あなたの錬金術は世界を変える。昨日まで救えなかったものを救い、明日ある困難にも困らずに済む、そういう可能性を秘めてるんです。おいおい、真面目かよ。さっきのはただの愚痴。いいですか、このスプーンで僕ができるのはせいぜいスープを救えるくらいです。でもあなたはこのスプーンで人々を救えるんですよ。はあ？そこでどうか僕も旅に同行させてもらえませんか。僕は確信を得たんです。こ
この錬金術を世に広め、人々に新たな可能性を示すこと、その礎となるのが僕の生きがいになるだろうと。すみませんです、またちょっとうるさかったですね。怒ってる？すみません、ごめんなさいです。愚かな凡人風情のくせにいきなり。は？なるほど、ま、凡人風情なのは合ってるが、お前は賢いよ、その辺の名のある学者よりはるかに。凡人だけど学者より賢い？出発は明日の朝、まずは荷物係をさせてやる。ということは僕も一緒に？先だって、今夜は財布係だが、今後は安易に他人におごるのよ。ごちそうさん。はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとう。領主さんを呼んでもらえる？パピルスの招待状のことで。カイソ様ですね。まさか本当に来てもらえるとは。あなたが招待状の送り主さん？ええ、この地の領主でありラモンの子孫です。カイソ様に会えて本当に光栄だ。驚かないんだ、伝説の錬金術師が絶世の美少女で。そのことはすでに聞き及んでいますよ。さあ館にどうぞ。例の寄贈の準備は整っております。なんてば、ちょっと天然。どうも私は理数系がダメで、せっかくの留学も半年で帰国を。そっか、どっかの誰かさんとは正反対なんだ。私の先祖ラモンのことですね。その点についてもぜひ伺いたかった。彼は一体何者なのですか？文献には名前も功績も残っておらず、本当に錬金術師だったのかも謎です。そのあたりの真相をぜひ。何者か。荷物係に使いっ走り、何でも屋さんで便利屋さん。あ、ラモンさんはね、いろいろ頑張ってはいたんだけど、錬金術の才能はなかったんだ。でも資料の編纂とか帳簿の管理とか、そういうのは几帳面で正確だったの。学会の事務も経理も面倒なことはまるっと任せてたな。なるほど、資料の編纂を正確に。がっかり？ちょっぴり地味だもんね。いえいえ、おかげで当時を知ることができるのです。その後も彼はカイソ様と共に？ううん、晩年にずっと絶縁してたお父さんの訃報が届いて、他に親戚がいないから領主を継がないとってなって、急に帰国することになったの。
その出立の日を最後にラモンさん音信不通になっちゃった。なるほど、漁師の仕事は多忙ですものね。プンプンだよ、ハガキも送ってこないでさ先祖に代わって謝罪をさせていただきます。ああ、スイーツのおかわりはいかがですか。おかわり？そうだな、ごちそうさま。カリオストロ、お腹いっぱいなのだ。ねえ、フィリオさん、そろそろパピルスを見せてもらえる？そうですか。確かに頃合いですね。知りたかった情報はすべて揃ったので。情報？ラモンという存在の信憑性です。招待状には伏せていたのですが、すでにパピルスの序文は解読済み。ただあまりにも重要すぎるテーマで、その真偽にいささか不安があったのです。その題名は素体機密文書。先ほどのカイソ様のラモン表を鑑みると、本当に機密が書いてあるようですね。時代背景を組むと、あなたの素体の機密だ。さて、ここで相談です。寄贈にあたっての条件といいますか、このパピルスは歴史資料という以上に、ある者たちにとっては莫大な価値がある。そう、カイソ様自身と錬金術学会です。カイソ様と学会の対立の激化は私の耳にも届いていましてね。ご興味ありませんか？学会がパピルスをいかほどで買い取るか。正体の本当の理由は、内容の裏を取って学会を両天秤に譲ることだったんだ。あまり驚いてはいませんね。さっき雑談で普通に学会って言っても、フィリオさん何の反応もなかったもん。で、お金を払えばいいの？いいえ、カイソ様に素体を作っていただきたいのです。私が望む姿形の人造の肉体を。あ？ああ、ご安心を。ただの興味ですよ。私も錬金術師の子孫ですのでね。お前の興味なんかのためにカリオストロ様が錬金術？伝説の錬金術師を脅すなんて、学会よりよっぽど勇気がある。私に危害を加えるつもりですか？無理を通せばパピルスがどうなるか、多少なり保険は打ってあるのですよ。この小僧、裏があるのは想定内だが、さてどうしたもんか。いかがなさいますか？伝説の錬金術師にとっては容易では？あのね、フィリオさん、素体ってちょっと大変なんだ。高品質で安定的なものは特に。カイソ様、学会がパピルスの完全解読をなせば、弱点が公になる可能性もあるのでは？だって本当に時間がかかるんだもん。無駄ですよ。いい加減に茶番はやめませんか？ねえ、フィリオさん、本当に何とも思わないの？絶世の美少女が泣いてるんだよ。うん？お願い、意地悪はやめて、パピルスをちょうだい。何よバカな。素体の他に望むものは何？特別に何でもしてあげるよ。カリオストロの一生の
話になりませんね。まあ今夜は客室を用意させます。素体の条件を譲る気はありませんが、せめて対応を練る猶予は与えますよ。明朝また回答を。では私はここで失礼。嘘だろ、俺様の美少女力が効かねえだと。ありえねえ、あいつは一体。ち、面倒なことになっちまったぜ。素体だの学会だの、本物のラモンのパピルスでなけりゃ館ごとぶっ壊せば話は終わるんだがな。だが俺様の推測では多分、この足音は、あ、お前たちは。なるほど、そういうことかよ。あなたは誰？ああ、別に怖がることはねえ。俺様はただの来客だ。お客様。でもこの部屋は、旦那様が怒る。旦那様ね。フィリオの奴が雇い主なのか？旦那様は救済者です。ご恩のために何でもさせていただきます。わかった。なあ、この館で古い巻物を見たことないか？パピルスってやつなんだが。パピルス？そいつは俺様の、まあ一応、右腕だったやつの遺品なんだ。フィリオのことは心配するな。お前たちも明日の朝には解放してやる。ここを出ることができるの？約束する。お前たちに危害は加えさせねえ。2階の書斎、本棚の裏に秘密の部屋があるの。そこで最近、旦那様が古い巻物を眺めてて。ありがとよ。お前たちはここで待ってろ。あとは俺様に任せりゃいいさ。なんせ、伝説の錬金術師様なんだぜ。伝説？ああ。ここが秘密の部屋か。なるほど、豊島に厚化粧にブルジュアか。いよいよ思惑が読めてきたぜ。ま、俺様には関係ねえ。さっさとパピルスを回収するか。どうせこの辺りだろ、バカが物を隠す場所なんてよ。ほら見たことか。一石二鳥に定裁。
ラモンのパピルスで間違いね。こんなもんまで丁寧にまとめやがって、あいつは。だが素体機密文書、ご体操すぎる題名だぜ。こりゃただの。ぶしつけなカイソ様だ。人様の館を我が物顔で物色するとは。ごめんなさい。あの後旦那様が来て。気にするな。悪党ってのは古今東西勘がいいもんなんだよ。この部屋は彼女に聞いたそうですね。解放？そんなこと彼女たちは望んではいません。ただあなたの詰問に怯えていたのです。変態お得意の自己正当化だな。そいつが怯えてんのは旦那様だろ。孤児だった彼女たちにとって私は救済者。可憐なるつぼみをかくまい守っているのですよ。そうだろう？旦那様は救済者です。ご恩のために何でもさせていただきます。いかがですか？そのテンプレお前が考えたのか？さっきまんま一緒の言葉を聞いたぜ。つぼみだの救済者だの、お前はただの女性恐怖症だ。この部屋を見りゃ一目瞭然だぜ。特に絵画の女たちを切り裂いた箇所でお前の深層心理なんかも概ね読める。教育虐待による幼年期の欠落、母親を振り払った留学先の地で性悪に引っかかったってとこか。女運が悪いのは同情するが、現実逃避で孤児をなぶっていい断りはねえ。うるさい！お前に何がわかる？わかるかよ。俺様の美少女力が効かないはずだよな。お前が求めてんのは安心安全の人形だ。洗脳した孤児たちでは飽き足らず、その極致が素体ってことだろ。うるさいうるさい！私は彼女たちを真に思っている。静かってんだよ。爆発だと？一体何が起こった？この力はまさか。この館のどこかにいるはずだ。学会の応援だ。錬金術師の皆様、私は領主のフィリオ。カイソはここにいますぞ。お前すでに学会と接触してたのか。保険は打ってあると言ったはずです。想定よりも少々早かったですがね。何が想定だバカ。見りゃわかんだろ、奴らは館ごと吹っ飛ばすつもりだ。館はまた建てますよ、そのラモンのパピルスを資金にね。先ほどの彼女に対する態度を鑑みるに、カイソ様はなかなか情に脆いのですね。素体の件は残念ですが、さあそのパピルスを私の前に。穏便に済ませてやろうと思ったのによ。ん？この後に及んで何を。お前の舐めた態度に付き合ってたのはパピルスを絶対に破損させないためだ。ついでに言えば俺様なりの礼だよ。ラモンの意向の発見に対する感謝さ。
だがそれはすでに俺様の懐にあって、お前は未だ優位に立ってる気でいる。人質を盾に取った程度で雑魚が俺様と交渉できると思ったか。いたぞ、カイソはここだ。助かった。錬金術師の皆様、カイソの居場所を知らせたのは私です。どうか私を守って。邪魔だ。旦那様。バカが、学会がまともに交渉なんざするか。最初から相手にされてなかったんだよ。囲め、全員で総力を結集するぞ。いつでもどこでも面倒な連中だ。いっそ全員ここに集めろよ。ウラバラス、腹が減ってるってよ。これが錬金術の極地だ、タルスマグナ。バイバイ。楽勝だったな。カリオストロ、そういえば出発の前に言ってた答え合わせって何だったんだ？ああ、ラモンの最後の真相だよ。真相？ラモンに子孫はいねえんだよ。帰国の途上で盗賊に会って死んだんだ。な、俺様が知ったのは数年後だ。遺体には荷物も何も残ってなかった。当時の情報網では盗賊の所在もつかめず、ラモンの領地もどこか分からずじまいさ。そうだったのか。じゃあ敵討ちみたいなもんだったんだな。ん？でもフィリオの先祖代々の蔵にラモンのパピルスがあったのは。領主の座も盗んだんだよ、その盗賊がラモンになり変わってな。荷物でも漁って思いついたんだろう。とんでもねえ悪党だな。罰でも当たってるといいけどよ。そうだな。とはいえ子孫に当たっても意味はねえ。今回は本当に真相を知るために来たんだ。だが巡り巡って悪いことはできねえもんだぜ。カリオストロさーん、みんなの保護施設が決まりましたよ。あのカイソ様、なんて言えばいいか、本当にありがとうございました。うん、まあ礼はラモンにでも言えよ。ラモンさん？あ、ピクルスを描いた人ですよね。ああ、そうそう、ピクルスを描いたやつだよ。そのピクルスには何が書いてあるんだ？素体機密文書っていうのが題名なんだよな。ああ、俺様の素体の試作品、その数々の記録資料さ。素体の記録資料？なんだかとても重要そうですね。だが実際のとこは俺様が考えた美少女の設定資料集だ。は？この見た目に至るまでいろいろ試行錯誤があったんだよ。顔、髪型、種族、体型、服装、まあパターンってのは無数にあるだろ。その調整に調整を重ねた経過をラモンがわざわざ書き残したってわけさ。本当に意味なさそうだぜ。でもちょっと楽しそうですね。
うん、お前、俺様の前で初めて笑ったな。いいですか、このスプーンで僕ができるのはせいぜいスープをすくえるくらいです。でもあなたはこのスプーンで人々を救えるんですよ。何がスープくらいだ。お前が救ったんだぜ、ラモン。